ルド&テラスっていう、このレストランもなんか俺来たことあるな。やばい、めっちゃやばい、これすげえ並んでる。めちゃくちゃ並んでますよ。メニューこんな感じですね。まあまあまあこんなもんなんでしょうかね。ほとんど家族連れですね。これね、一人じゃ食えんわ。逆に一人でテーブル座ってたらね、逆にね、なんだろう、迷惑だ。でもね、ここの飲食店は俺来たことあるな、多分。なんかうっすら記憶がすごいね、思い出してる今、いろいろと。これあれですよ、有名なスペースマウンテンですよ。めちゃくちゃ並んでるんですよ。スペースマウンテン110分待ちですよ。110分待ち、2時間は待てねえな俺で。ファストパスっていうのがあって、まあその時間内に来れば並ばずに乗れるっていうチケットらしいんですけど、ファストパスの時間が17時15から18時15なんで、ちょっと仕事で無理ですね。夕方出なきゃいけないんで、スペースマウンテンは諦めよう。乗りたかったな。ちょっと何のアトラクションか分かんないんですけど、これもね110分待ちだそうですね。これ結構有名なアトラクションなんですかね。なんか全然知らないんですけど、なんか今聞いたんですけど、ファストパス、あれの争奪らしいんですよね。あれ持ってれば、並ばずに入れると、やっぱりあれがないとちょっとスムーズに乗れないですね。普通に並ぶってなるともう2時間待ちなんで。かわいいかわいい。全然警戒心ないですよ。あれも餌与えないでくれって書いてある。みんな食べちゃうよねこれ。これあれですよ、パイレーツ・オブ・カリビアンですよ。これなんか20分待ちらしいんで、ちょっと乗ってみようかな。やっぱね、一人でディズニーは並んでると結構きついな。おめえたちは冒険が好きでこの海賊に来たんだな。今パイレーツ・オブ・カリビアン乗ってきたんですけど、真っ暗でね全然撮影撮れなかった。ここはなんかお土産買うとこですかね。ちょっと見てみようかな。グラスとか売ってますね。こういうこれは記念にいいんじゃないでしょうか。これなんか綺麗ですね。ガラス細工でキャラクターを彫れるそうです。これはなんか女子が好きそうなのがいっぱいあります。なんかここで撮影してパソコンで加工してで、ああいう風にすごいな。こちら金額で入れることできる。技術の進歩だよ、技術の進歩。